ロルモンはフランス南西部ヌーベルイコールアキテーヌ地域県、ジロンド県のコミューン。ロルモンはロリアマンチューズ、またはロリオモンテと呼ばれていた。後には月桂樹の山を意味するマンズロリアスと呼ばれた。月桂樹はカリア人にとって聖なる茂みであった。ローマ人にとってはアポロ人と勝利の印であった。ケルト人は月桂樹を不死の象徴とみなしていた。 フランス革命までは T の字を取ったローマンとなっていた。ガロンヌガーウガンにあるボルドーの北約6キロメートルに位置する。1968年のボルドー都市共同体創設までは長い間ボルドー郊外の小さな町であった。現在は多様な交通機関や道路が行き交う忙しい地である。778年頃、カール大帝とローランは、 サンマルタン教会を建てた。1000年代にアキテーヌ公が最初の城をロルモンに作り、この城にはアリエノールダキテーヌも滞在した。1152年、ロルモンの北半分は大司教の領地となり、残り半分はボルドーに依存した。町は長い間、ブドウの栽培、漁業、港を通過する旅行客の存在で繁栄していた。しかし、基金、ペスト流行。 スペイン艦隊の侵攻で町は荒廃している。1570年にはユグノーが街に火を放って、教会が焼かれた。1751年、トゥルニーがパリボルドー間の道路を整備した。ロルモンはボルドー郊外最大の町となった。19世紀、ボルドー住民は日曜の余暇を過ごす土地として、ロルモンを訪れたので、ギャンゲットや酒場ができた。 1960年代、都市建設や空き定沼市工事で、ロルモンは大きな転換点を迎えた。2000年代には、ボルドートラムの路線が引かれた。1968年以降は、INSEE による、ありがとうございます。